E デントン級救難艦は、アメリカ海軍の救難艦、救難と引き船を主要任務とする。5隻計画されたが2隻キャンセルとなり、3隻がイギリスで建造された。艦の前後に各1機でリック式のクレーンを装備しており、外観上の特徴ともなっている。各クレーンは全部で10トン、後部で20トンの容量がある。他に救難装備として4点軽流ブイ、載圧タンクを備えており、艦艇の曳航、深度260メートルまでの潜水艦救難作業、重量270トン、水深40メートルまでの重量物引き上げ、消火など多様な救難任務に従事することが可能である。USCGC、アレックス・ヘイリー1番艦のE・デントンは、1996年退役後沿岸警備隊へ移管され、アレックス・ヘイリーに改名カッターとして再就役した。引き渡し後改装が行われ、艦前後のクレーンをはじめ救難設備は撤去、後部にはヘリコプター用の格納庫と発着甲板を新設、SPS-40 対空レーダーとTACAN、マーク38 25mm 機関砲2機を新たに搭載している。2番艦のビューフォートと3番艦のブランズウィックは1996年、退役後韓国海軍へ引き渡され、それぞれ ATS-27 平沢、ATS-28 紅葉と名を改め、同海軍で引き続き救難任務に就いた。引き渡しに際しクレーンを換装している。2016年までに2隻とも退役し、平沢は平沢市で展示される予定。ありがとうございます。